南宋。南宋。南宋。1127年から1279年は中国の王朝の一つ。長教院が建国した北宋が女真族の金に河北を奪われた後南戦してワイ南の地に再興した政権。首都は林安、元稿州であった。北宋と南宋とでは河北の疾患という大きな違いがあるが、それでも 社会、経済、文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分しやすい歴史、制度、国際関係などは、北宋南総の各記事で解説し、区分しにくい分野を層、王朝で解説することとする。成功元年、1126年、北総最後の皇帝金層が金によって、 開封から北に連れ去られ、成功の変、北曹が滅亡した後、金曹の弟長が前、高曹は南に移って、翌年の県園、元年、1127年に南京、現在の昇級士で即位し、曹を再興した。はじめ学費、反省中、蝶春らの活躍によって、金に強固に抵抗するが、深海が最小に就任すると、主戦論を抑えて、 金との平ら工作を進めた。和平論が優勢になる中で、構想の指示を得た新会が完全に権力を掌握し、それまで学費などの軍閥の手に握られていた軍の指揮権を朝廷のもとに取り戻した。昭光10年、1140年には主戦論者の弾圧が始まり、特にその代表格であった学費は、無本の濡れ衣を着せられ処刑された。 こうした犠牲を払うことにより、昭校12年、1142年、僧と金の間で和儀、昭校の和儀が成立し、和以から第三貫戦が僧と金の国境線となり、政局が安定した。深海の死後に、金の第四大皇帝会両王が南宋に進行を始めた。金軍は大軍であったが、昭三31年、1161年で勝利し、撃退した。 海両王は、権力確立のため多数のものを粛清していたため、皇族の一人である、ワンヤンヨウ、カラスロク、清掃が海両王に対して反乱を起こすと、金の有力者たちは続々とワンヤンヨウの下に集まった。海両王は、軍中で殺され、代わって、ワンヤンヨウが皇帝に即位し、宋とのは平論に傾いた。同年、皇宗は退位して、大上皇となり、 養子の蝶誠、高層が即位した。南層と金は1164年に和平を結んだ、流行の和儀、または剣道の和儀とも言う。金の清層、南層の高層は共にその王朝の中で最高の名君とされる人物であり、偶然にも同時に二人の名君が南北に立ったことで平和が訪れた。高層は無駄な管理の削減、当時乱発気味であった。 開始、紙幣の引き締め、農村の体力回復、江南経済の活性化など様々な改革に取り組み、南宋は繁栄を謳歌した。高宋は、厚し広十六年、年、1189年に対して上皇となり、高宋が即位するが、高宋は父に二ずくどんであり、高郷利氏の言いなりになっていた。この皇帝に不満を持った最小長南寺具。 ハンカブトなどにより抗争は退位させられた。ハンカブトはこの功績により、権力の座に近づけると思っていたが、ハンカブトの人格を好まない長男児具たちは、ハンカブトを遠ざけた。これに恨みを持った、ハンカブトは長男児具たちの追い落とし運動を行い、軽減元年、1195年、長男児具は、最小職から追われ、軽減三年には長男児、軍に組みした、中筆代。 都名性、大井、手記、放亀としら59人が金庫に処せられた。その翌年には、手記の朱子学、当時は、同学と呼ばれるも偽学として弾圧された、軽減偽学の金。この一連の事件を、軽減の闘金という。半カブとはその後も10年ほど権力を保つが、後ろ盾になっていた皇后と皇太后が、相次いで死去したことで権力に、陰りが出てきた。 折りしも金がさらに北方のタタールなどの侵入に悩まされており、金が弱体化していると見たンカブとは南宋の悲願である金打倒を成し遂げれば権力の座は不動であると考え、回帰二年1206年に北伐の軍を起こす回帰の北伐。しかしこの北伐は失敗に終わる。実際に金は苦しんでいたが、それ以上に 南総軍の弱体化が顕著であった。回帰三年、1207年、金は早期和平を望んで、官家部との首を要求した。それを聞いた、礼部次郎、文部大臣の氏渡る縁により、官家部とは殺され、首は塩漬けにされて、金に送られ、翌年の家庭元年、1208年に、再び和義が持たれた、家庭の和義。 ハンカブトを殺した、シワタルエンが今度は権力を握り、その後26年にわたって、最小の地位に就く。この時期に、北のモンゴル高原には、モンゴル帝国が急速に勢力を拡大していた。シワタルエンが死去した小帝六年、1233年にモンゴルは、金の首都海風を陥落させ、南に逃げた金の最後の皇帝哀州を総軍と、協力して追い詰めて、 翌年に金は滅びた。その後、モンゴルは一旦北に引き上げ、その後を、総軍は北上して、泣くよう、開封を手に入れた。しかしこれは、モンゴルとの和訳違反となり、激怒したモンゴル軍は1235年に南進を開始する。だが、名称として知られたもの前に苦戦することになり、1239年に、上洋を南宋に奪還されると、しばらくは、 一進一退を繰り返すことになる。やがて、開き慶元年、1259年にが行われ、門家新政軍が出陣した。しかし門家は、この遠征途中で病死する。この時に、クビライが攻めていた学習、武将に援軍にやってきた、カニ道はこれを退却させた。この戦いでは、カニ道とクビライとの間に密約があった後に、囁かれることになる。 モンゴルを撃退した英雄として迎えられたカニ道は、その人気に乗って最小になり、戦権を振るう。カニ道は、巧みな政治手腕を示し、公典法などの農政改革に努める一方で、人気取りも忘れず、その後15年にわたって、政権を握った。しかし、モンゴル平原でアリクブケを倒し、権力を掌握したクビライが再度侵攻を開始し、南宋が国力を総動員して、 国土防衛の拠点とした城陽を、1268年から1273年までの5年間に、渡る包囲戦、要、繁盛の戦いで陥落させると、南宋にはもはや抵抗する力がなく、カニ道は、周りの声に突き上げられて、モンゴル戦に出発し、大敗した。徳助2年、1276年、モンゴルのバヤンに、リガンを占領されて、 事実上層は滅亡した。この時、張与決、陸秀ら一部の軍人と官僚は、幼少の新納を連れ出して皇帝に擁立し、南層して、徹底抗戦を続けた。昭教2年、1279年に、彼らは、甲州湾の崖山で元軍に撃滅され、これにより層は、完全に滅びた崖山の戦い。中心の艦と称えられる文帝将も2年以上。 各地で抵抗戦を続けたが、慶園三年、1278年に元に捕らえられ、獄中で、及び、元の資源十九年、1282年に軽視した。南宋の滅亡時に国に準じた中心は、他の王朝に比べてはるかに多かったが、元の統治下で、宋の移民として生き続けた、死外部もおり、文章規範を編纂した社法へ、十八史略を表した。 総仙誌、史実眼温中、史実眼の注釈症を表した、古参生など、文学、史学で名を残した、創の移民も多い。中央官生のみの記事になっているが、これ以外では、北総とさほど大きな違いはないので、その他のことについては、北総政治を参照のこと。南総の官生は、北総の原法体制、原法の改革を参照を。 基本的に引き継いでいる。原法体制での最小は、少書左牧屋兼文化次郎、少書右牧屋兼中書次郎の二人で、非総代にこの二つを、多彩、詳細と解明されたが、乱相になってから一児道中書文化閉賞時、三期政治が復活されたりし、最終的に、高層の流行元年、1163年に、左牧屋を、左上昇、右牧屋を、 右上将として二人の最将都市、副最将として三地政治をつけた。南宋の完成というよりは、南宋の政治史の特徴として、独裁最小の時代が非常に長かったことが挙げられる。南宋初の新海、高僧時代を挟んで、官下部と、寒下部とを殺した、千渡るそして南宋末の蟹である。この四人が政権を握っていた時代は、 南宋150年のうち70年近くにわたる。もっとも南宋は北宋時代に引き続いて出身地や思想、学問上の対立などが絡んだ党派対立が激しく、こうした独裁宰相に対する悪評も反対派及び、これをもてはやす、当時の民衆の感情に由来するところが大きく、また、官官、御史大系の言論を職務とする官僚の 震源によって皇帝がしばしば人や政策をひっくり返してきた壮大において、政敵の徹底的排除なくして、政権を保つことができなかった実情も無視することはできない。南宋時代に長期政権を維持した他の最小、王淳、志向氏、長大前などにも類似の傾向を見ることができる。これ以外の点では、現法体制とほぼ変わらず、二人の上昇の下に、 来るのが、実務機関たる六部、戸部、リブ、押坂部、兵部、霊部、後部である。ただ、東大には、人事権が、リブのもとに集約されていたが、そうでは高級文部官の人事は、中所と数密院、特に中所の手に握られていたことが大きな違いである。さらに言えば戸部、リブ、行部の三者に比して、兵部、霊部、 後部の三者の重要性が著しく劣るということは、特筆すべきことと思われる。表部は、数密院が存続しているために、実質的に取り扱うことは少なく、霊部、後部は、元より重要性が低い。そのため、例えば霊部詔書として、他の戸部詔書などと同格として扱われているものの、実質的はその権能は限られたものであり、いわゆる、晩職大臣となっていたのである。 一見すると、晩食大臣を朝廷に置いておくことは、無意味に思える。しかしこれら、晩食大臣に、実務能力は低いものの高骨な人物を置いておき、いわばこれを、ご意見番として取り扱うこと朝廷のバランスを取る、上で、一定の意味があったと考えられるのである。そう、王朝経済、財政を参照。そう、王朝社会を参照。そう、 王朝文化を参照。南宋の外交を相手として、最も重要なのは北宋を滅ぼし、河北を支配した金、そしてその金を滅ぼし、最後は南宋を滅ぼした元、モンゴル帝国である。北宋時代に関係があった、高来や聖火などとは、地理的に離れたことにより関係が薄くなる。逆に、海上技術が進んだこと、平の清盛の登場などにより、日本との関係は盛んになる。 そうを従えた金は、高来、聖火、大理国なども従え東アジアの覇者となった。しかしその経済的地盤は弱く、宋からの年見継ぎがなければその経済活動を支えきれず、その年見継ぎにしても、宋からの輸入品に対する決済で使い果たされる状態であった。宋と金とは、約百年にわたって中国を二分していた。両国の間では、 金から僧に対しては馬、絹などが、僧から金に対しては、銀、銅線、陶磁器、香料、書画、書物などが交易で、やり取りされた。ここで特筆すべきことが、この公益品目は、北僧大二河北と港南で、やり取りされていたものと、ほとんど同じであるということである。つまり北と南で治める国が異なるとはいえ、 江南の物資が河北を支えるという中国の経済システムはほとんど変わりなくさらに発展を遂げていたのである。その後のもと、さらには、明、清の経済システムも基本的にはこの延長線上にあるものである。1127年、金軍は開封を包囲陥落させ、金層、基層以下完了、皇族数千人を期待連れ去り、開封には区物として、 宋の大臣、蝶褒章を皇帝に据え、祖合させることにした、成功の変。金軍が引き上げた後、蝶褒章は、今後の対応を、秋田州の皇后であった盲氏の勧めにより、皇帝を退位し金宋の弟蝶構えを、南京王天府、現象休氏にて定位に迎えた、皇宋。1三十二年に高宗は、金の追撃を避けて、皇宗へと逃げ込み、ここを、 仮の首都として、リガン,ンと称した。1130年に金は、胸元の主導のもと、の地方知事であった劉洋を、九鬱の皇帝に据え、彩と豪をさせた。金と彩は宗を何度も攻撃するが、宗の側もある程度の体制を整え、軍抜勢力を中心とした軍をもって金、彩軍に対抗したため膠着状態に陥った。 ここで胸元の性敵である辰物草は法人を転換、捉えていた神界を解放し、僧を滅ぼすのではなく有利な条件での和訳を望むようになった。辰物草の思惑通り神界は、僧の朝廷で力を発揮し、和平論を進め、1138年になどの条件で和訳が結ばれた。その直後に、辰物草が胸元らにより殺され、 和訳は一旦破棄され、金軍は再び、僧を攻撃するが、学費らの奮闘により戦線は、一進一退の様相を呈した。深海は、早期の、再びの和訳を望んで、学費ら軍閥勢力を抑え込み、1141年に、絹5万匹の増額、僧が金に対して、新設を取るなどの条件変更で、再び和訳が締結された。証拠は役。 銀絹二25万という額は巨額に思えるが、僧の財政規模から言えば、さほど大したものではない。それよりも金に対して、新都市、都市貢を送るとなっていることが重要である。寮に対しても、弱い立場であった。僧であったが寮に対して、兄と一応上の名分を保持しており、寮に対して送る財貨も、兵、対等な相手に対する、贈り物の意図されていた。 ところが金に対しては、真として使えねばならず、送る財貨も貢ぎ、主君に対する貢ぎ者の意図されたことは名分を強くおもんじる。総学的考えからは、到底認めがたいものであり、難僧を通じて、北伐論はやむことがなかった。1149年に、金の三内広州を殺して新たに定位についた海、両王は1161年に、再び和役を破棄し、 南宋へと進行した。しかし合意に、金国内を統制していたため遠征を契機として、反乱が続出し、最終的に、海両王は殺され、新たに清宗が擁立された。清宗は、国内統制に忙しいため、宋に対してとかなり、宋に譲歩した和訳を結んだ、剣道和訳宋の構想、金の清宗の二人の名君の下で両国の間は、平和な時代を迎えたが、 北方でモンゴルの動向が激しくなり、金はモンゴルの侵攻に苦しむようになる。ネイタカシアサで宣言を振るったハンカブトは、金の球場を後期と捉え、1206年に北伐を開始する回帰傭兵。しかしこの出兵は、失敗に終わり、ハンカブトの首、再兵の銀、金それぞれ10万の増額、賠償銀300万などの条件では役が結ばれた。 宋軍の信仰は退けたもののモンゴルでは、チンギスカンが登場し、その攻撃は年々強力になっていた。モンゴルの信仰の中で金の下から、吉丹人が離反1214年に、金の朝廷は攻撃を避けて開封へと戦とする。宋は弱体化した金に対する再兵を停止し、金は宋を攻撃するが、これを撃退した。 追い詰められた金に対してモンゴルはうに共同戦生を持ちかけてきた。総朝廷ではかつて金と結んで領を滅ぼし、自らも滅ぼされた会場の命のことを思い出せとの慎重論もあったが、主戦論が大勢を占め、金への攻撃が決定された。そして1234年、金の最後の皇帝愛衆は自殺し、金は完全に滅亡した。 金が滅ぼされるとその領土は、最州、玄関南省女南県と、陳州、玄関南省 YO 県とを結ぶ線を国境とし、東南を僧が西北をモンゴルが取る約束であったが、総朝廷はこの機会に開封を回復したいと望んで、名惑を保護にした。配信に起こったモンゴル皇帝オゴデイは僧に対する攻撃を行い、支線の大半を陥落させるが、僧側も抵抗し、 戦線は到着した。さらに1241年にオホデーが崩御し、その光景をめぐって、グユクとモンケの間で争いが起こり、最終的に1251年にモンケが反対派を粛清して国内を治めた。国内を安定させたモンケは弟クビライに対して大理国の制罰を命じ、クビライはこれに応えて1253年に征服を完了。 モンケ自身も1258年に申請し、クビライウリアン課題を別道軍として三方から総を攻める大戦略に出た。しかしその翌年にモンケが崩御。後継をめぐってクビライと末程のアリクブケの間で争いとなり、1264年にアリクブケが降伏してクビライが勝利。その後しばらくはクビライは国内統制に力を取られるが、 1267年になって僧に対する再進行を開始。僧も抵抗を続けるが、1276年にリガンを占領され、さらに1279年に最後の皇帝栄養も受水自殺し、僧は完全に滅亡した。南僧の皇族は大都に送られ、丁重に扱われたが、一部の維新は数年間反抗を続けた。 日宋貿易も参照。長い間、宋が能動的、日本が受動的で進められていた日宋貿易であったが、日本国内の経済的発展により、貴族たちの物質的豊かさに対する欲求は増加し、朝廷、太宰府による貿易統制は徐々に崩れていった。その流れは、平氏政権の成立とともに、さらに加速し、平清盛は日宋貿易を 国の財政の根幹とするべく一時福原 K に、んとした。一方、総側の態度は、北宋時代と同じく民間交易は認め、それに課税して、収入とするというものである。交易される物品は総から日本へは絹、陶磁器、薬品、書物、経典、銅線など、日本から総へは金、銀、真珠、硫黄、工芸品などである。 公開技術に不安のあった日本商船は最初はコ来へ訪れ、経験を積んだ後に南宋へと訪れていった。日本船が宋の記録に初めて現れるのが昭和十五年、旧安元年、1145年に日本商人男女19人が雲州に漂着した。というのが最初で南宋末まで二十数例がある。ただしこれは、 記録に残すような特別な事例がこれだけということであって実際の数はこれよりもはるかに多かったと推察される。平氏政権が倒れ鎌倉幕府が成立すると民間による公益は認めるが清盛のように自ら公益に乗り出すことはなくなり不干渉の態度をとったそのため民間公益は一層進展し源の実朝は宋の僧侶の話を聞いて 宗へと渡ることを起としたと言い,い、当時宗へと渡ることの危険性がかなり減少していたことを伺わせる。また、鎌倉幕府も古武島戦という直営の交易戦を出すようになったと言われているが、詳細については不明である。鎌倉時代の中期頃になると幕府は海外交易に対して次第に統制をかけるようになり、県庁6年、1254年に、 当選は5席までそれ以上は破局制よという命令を出している。その命令の前後より総は、門家の申請、1253年から1259年を受けた。漢12年、1266年、元主元3年、日本文営3年には、元から日本へ施設が送られているが、その主な目的は、 日本と南宋とのつながりを絶って南宋攻略への足がかりにすることにあったと考えられる。さらに、クビライの申請、1268年から1279年に代わって1279年の崖山の戦いでついに滅亡した。宋が滅んだ後、原稿などがあって日本と元政府との間は緊張状態にあったが民間交易は 名をもって盛んであり、日宋貿易は、基本的に日元貿易へと引き継がれた。北宋では、大祖の子孫ではなく、その弟である大宋の子孫が定位を継承していたが、高宋には、子がなく、兄弟も金へ連行されていたため、大祖の次男、蝶徳法の子孫である、蝶白が、養子となって、定位を、義、定位が、大祖の系統へと移動している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。